ああ、ここにいたのですね、マスター。どうぞ、つまらないものですが。それでは、私はこれで用事を思い出しましたので。は？なぜアイマスクをつけているのかですか？あ、いえ、取れと言われましても。あっ、別にこれといった理由はなかったのですが、私のような大女からチョコレートを押し付けられるというのは申し訳ないと思いまして。構わない。美味しそうだですか？それは、そう言っていただけると私も準備をした甲斐がありますね。では、改めて。バレンタインの贈り物です、マスター。味の保証はできませんが、味わってお楽しみください。